ハロー、オラー、こんにちは。パーカッションの高文です。今回のテーマは除湿でございます。この度私ですね、除湿機というものを初めて導入しまして、まあこれがね素晴らしいという話をしたいんですけれども、もともとねパーカッションって本革のものが多い、この革が本革のものが多いので、この日本の環境、湿度の環境っていうのはめちゃくちゃ向いてない、相性が悪い、常に湿度との戦いみたいなところがあるんですね。まあ、そこで湿度がやっぱりコントロールできた方がいいなと思って、この度導入しました。で、同じようにね、湿度が高くてなかなか楽器が鳴らないなとかね、いい感じに録音できないなという方、除湿機導入した方がいいんだろうか悩んでる方にね、参考になればいいなと思って今回の動画をシェアしていきたいと思います。いや、お前こんだけ楽器あって今まで除湿機使ってなかったんかよってね、思う方もいるかと思うんですけど、すいません、使ってませんでした。はい、今までどうしてたかっていうと、エアコンでね、ドライとか冷房とかつけてて、あとは除湿剤、市販の除湿剤ですね、いわゆる水取り造作みたいな、その辺に置くタイプのやつを、まあ、大量にね、並べてたわけなんですけれども、まあ、この方法だとやっぱり季節によってめちゃくちゃムラがあるっていうか変動がある。やっぱ梅雨の時期とかね、結構辛いというところと、あと楽器だけではなくて、最近ですとですね、僕コンデンサーマイク、湿度が高いとね壊れやすいというコンデンサーマイクも、所有が増えてきたので、まあ、その管理も含めて、いい音でね、常にこの音で撮りたいということで除湿機を導入したというわけでございます。はい、で今回僕が、導入したのは、まあ、シャープのプラズマクラスターっていう除湿機、11畳タイプ空気清浄機付きのやつなので、これについてね、まあ、詳しく知りたいよという方いらっしゃいましたら、これについてでしたら僕答えられますので、コメント欄で聞いていただければと思います。で、一般的にですね、除湿機ってコンプレッサー式だったりデシカント式、あるいは両方合わせたハイブリッド式みたいなのが、ありますので、購入検討されている方はね、ぜひ調べてみてください。ご自身に合うタイプのもの、ちなみにこれはコンプレッサー式でございまして、もう除湿に関してはね、何も文句なし、かなり強力です。雨の日でも、もう本気出せばね 40% ぐらいまで下げられるぐらいに強いと。はい、でデメリット一つだけあるとしたらね、音がめちゃくちゃ大きい、うるさいんですね。ちょっと今試しに稼働させてみますけれども、はい、こんな感じです。まあね、機能は申し分ないんですよ、機能は。はい、でこの動画の音声でちょっと聞こえるかわかんないんですけれども、ちょっとマイクを近づけてみますね。はい、いかがでしょうか。この空気音っていうのかね、作動音っていうのがかなりでかい。はい、まあ、これだけがね、唯一デメリットかなという感じです。なので、もしね、導入を検討される方、かなり音でかいので、そこだけ要注意っていう感じ。まあ、当然、湿度が低い方が、太鼓が良くなる、わけなんですけれども、まあ、具体的にどれぐらい音の差が出るのかっていうのをね、実際に聞いていただければと思います。
はい、というわけでいろいろな革の楽器聞いていただきました。いかがでしたでしょうか。まあそれはね、本革楽器は湿度高かったら鳴らねえよとは、みんな思うと思うんですけれども、まあ、これぐらい具体的に、音が変わる、出音が変わる、取り音が変わるっていうことが分かったかなと思います。はい、で僕自身もですね、もうこの叩いてる時のテンションが明らかに違うっていうのがあります。湿度高いとね、やっぱこう音も鈍い、反応が鈍い、レスポンスが鈍いですから、なかなかこう楽しくならないっていうか、思ってる感じ、歌いたい感じで歌えないなっていうのがあるんですけれども、パリッと乾いてるとですね、すごいレスポンスがいいから、叩いてて上がってくる、テンションが上がってくる、楽しくなってくるとか、あります。はい、まあ、それがね出音にも表れてたかなと思います。はい、というわけで今回はパーカッションと除湿についてお届けいたしました。何か気になることがあればですね、ぜひコメント欄で、質問いただければ回答いたしますので、よろしくお願いします。はい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションに関する情報を大変マニアックに発信しております。また毎週日曜日には YouTube ライブ使ってパーカッションのワークショップっていうのもやってますので、ぜひチャンネル登録して参加していただければと思います。またメンバーシップの制度を使ってこのチャンネルのサポーター様を大募集しています。このチャンネルのパーカッション情報を広めていくぞ、残していくぞという趣旨にご賛同ご支援いただける方いらっしゃいましたらですね、メンバーシップ入っていただきますと大変嬉しいので、よろしくお願いいたします。というところでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。